ジャン・イコール・バプティストル・ニョーは、フランスの画家である、パリで生まれた。5年間ほど戦維をしていたとされるが15歳で、パリに戻り、画家のジャンバルダンの弟子となり、イタリアに同行した。ニコラ・ベルナール・レ・ピシエや、ジョゼフ・マリー・ビアンの教えも受けた。1776年に、新進芸術家に贈られる、ローマ賞の1位を受賞した。ローマ賞の特典のローマ留学で、 在ローマフランスアカデミーに滞在した時には、ジャック・ルイ・ダビットやペーロンと交流した。1781年までローマに滞在し、1782年に王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1787年からパリのクールディ・コメルスに住み、弟子にはルイ・ラフィットがいた。神話や古代のテーマを描いていたが、 フランス革命期の1795年のサロンド、パリに自由か主かと題した作品を出展した。第一訂正下で大作を描いた。1805年からパリの国立高等美術学校で無給で教えていたが、1807年2月にベルの後継として国立高等美術学校の教授に任命された。この職はルニョの没後。 1829年にドミニクアングルに引き継がれることになる。エコールポリテクニックの美術の教授も務め、1829年7月に男爵位を送られた。パリで没した。レジオンドヌール勲章を受訓した。ルニオンに学んだ画家には次のような人物がいる。ありがとうございます。